はい、これはじゃあ佐藤さんからちょっと、はい、言ってもらいましょうか。ちょっと、はい、はい、私はドラマトックという枠で MBS 系列で、ラブファントムというドラマに出演するんですけれども、ラブファントム、怪人、愛の怪人なんですけど、怪人と呼ばれているイケメンでできるこの長谷というホテルマンがいるんですけど、が主人公で、ヒロインがもうここの従業員のなんかおっちょこちょいなアルバイトの女の子で、その怪人とその頑張り屋さんの女の子の、ラブストーリーなんですけど、私はヒロインのこの、ホテルのカフェの店長、上司の役で出てて、この怪人の長谷とはもう幼馴染というか昔から友達で、その2人の声を見守る役なんですけど、はいはい、まあ完全にラブストーリーなんですけど、あの原作が漫画で、もうラブラブショットがもういっぱい出てくるんです。で、私はあのラブラブショットって何ですか？ちょっとあの見たら分かるんですけど、なかなかこう、はい、恥ずかしくなってしまうぐらいキュンキュンするあのラブシーンがたくさんあって、で私は職場の役、職場にいる役なので、その2人のラブシーンを見てないんです。まだ出来上がりはまだ見てなくて、オンエアまでドキドキしながら待ってるんですけど、キュンキュンしたい方はぜひご覧ください。多分女の子が憧れるストーリーだと思いますので、よろしくお願いします。佐藤さん自身はそのラブラブショットはないんですか？ないんです。なんかそういう佐藤さんないんですか？なんかすごいなんかすごい厳しい役なので、あいつもこう怒ったりとか、その主人公の長谷にまあ、嫌味を言ったりとか、はい、ちょっとツンとした役なので、はいはい、あんまり笑いもしない感じです。でも楽しかったです、演じてて。なかなかやることがなかったので、ラブストーリーなので、ぜひご覧ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。古川君、はい、PR タイム、はい、まず僕2つあるので、ちょっと1つ目からなんですけど、はいはい、TBSの夜のブランチという、情報番組に、毎週水曜、はいはい、夜の11時56分から、放送しているんですけれども、1時間番組でして、こちらの方に、先日からあのレギュラーとして出演させてもらってます。はい、こうあの本当ね、あのいろんなコーナーがあるんですけど、うん、それがすごく面白くて、あのお仕事から帰ってきたりとか、うん、それこそあのお酒たしなみながらとか、あ見ます。夜にこうなんかゆったりしたい時になんか、楽しめる番組になってるのかな。ちょっとこう昼間の王様のブランチとはテイストが違う、はい、少し大人のというか、はい、番組。古川さんはロケには出ないんですか？そのスタジオで。僕もちょこちょこロケ行かせていただいてます。この間も一人で、はい、あのロケ行かせていただいたりとかして、うん、あのすごく、うん、あの貴重な経験させてもらってるので、楽しみです。ぜひご覧いただきたいな。お酒飲みながら見ます。あの古川君もお酒飲んだりするような？あ、僕一番最初のロケでお酒飲みました。おお、なかなか仕事で飲むっていいっすね。そうなんですよ、ビール飲んで、はい、あのインディアンさんっていう芸人の方と一緒に、はいはい、なんかそのバーベキューの、はいはい、あの新しいこうバーベキューグッズみたいなものの紹介 で、はい、あの出させていただいたんですけど、はい、いや初めて仕事でお酒飲みましたね。酔えました？いや、酔えなかったです。僕そんなに、あとそこまで特別弱い方じゃないんで、おそこまで。でも本当去年20歳になったばっかりなんですけど。あ、じゃあ去年デビューっていう。そうなんですよ、去年、ね、去年デビューして早々すぐこのコロナ禍になってしまったので、それこそこうリモートでこう友達とか知り合いと飲む機会はあるんですけど、なかなかこう居酒屋に行ってとか、なんか外で外食しながらとかあんまり未だになくて、なのでなんか、まあ、こういう機会で逆にお仕事で飲めるの、あの目的で嬉しいな。楽しいですね。はい、気持ちいいですね。楽しみ。そして、もう一つなんですけれども、はい、ABC テレビの方で、ドラマ結婚できないには訳がある、
放送中です。これはですね、ストーリーとしては、主人公の、もこみさん演じる富澤課長というのが本当に完璧な上司というか、もうね、課長っていう立場もしっかりありながら、性格もいい、ルックスもいいみたいな、そんな完璧な人と30歳までに結婚を夢見る、マリコさんっていうヒロインの2人のラブストーリーなんですけど、そんなこう理想の高いマリコが課長と恋に落ちて、で付き合えるんですよ。付き合えたはいいものの、実は自分のもう理想通りだと思っていた課長は実は人形愛好家だったっていう物語で、これか、はい、この人形で、これ課長の家なんですけど、独特本当、みちこっていう課長は名前なんですか。名前はみつおさんっていうですよ、課長みつおだからこの人形の女の子にみちこっていう名前をつけて、強めいつもめでている。で、このぬいぐるみをいつもこのボストンバッグ、謎のこう革のボストンバッグとかに入れて持ち歩いてて、密かにオフィスではあのカバン何なんだろうねみたいな、女性社員とかからもなってたけど、気にせずこうマリコは付き合ったものの、実はみたいな、でそのなんかこのみちこを挟んでの2人のラブストーリーと、そして僕演じる井上健太という役が名古屋支店からこっちに移動してきた、まあ、新入エリート社員的な、愛嬌のある爽やかな青年というか、気さくな男なんですけど、なんか奪い合ったりするんですか。それがですね、その2人の恋模様の中にどう絡んでいくのかっていうのも結構見どころなので、ちょっとそこはご覧いただきたいな。こっちはじゃあラブショットがあるかもしれないっていう。ちょっとね、そこら辺はどこまでネタバレできるかな。いろいろと。みちこ気になるな。みちこでも本当に可愛らしいなと僕は思うんですけどね。なかなかね、あのフォルムが。そうですよ、作中では結構みちこのこと僕もなんかこのキモい人形みたいなこと言ったりするんでそんなことないのになと思いながらこれみちこはこう喋ったり動いたりしないですか。あ、っていうのもですね、本当に作品を見ていただけると、なんかあるんですね、なんかいろいろいろんな描写があるので、どんな秘密があるんだろう、楽しみな、楽しみです。ぜひ楽しんでいただければ、思います。ありがとうございます。はい、監督お願いします。じゃあ私の方から、頭では申し上げた、私の監督しました、5月28日公開の北斎という映画がございまして、これが葛飾北斎という、江戸時代の、浮世絵などを、描いていた画家の物語です。柳楽優弥君が、北斎、画家の北斎の若き日を演じ、田中泯さんが老年期を、年を取ってからを、映画なんですが、豪華ですね。豪華です。これね、予告編見ていただければちょっと、もう絶対その豪華さがさらに、もうもはや見たい。ちょっとここで予告編をちょっと、はい、昔俺は北極星にちなんでつけたんだ。たった一つ決して動かねえ星だ。そう言ったけどよ、北斎先生のおかげで今があるんです。おめえなぜ絵を描いてる。絵なら下っ端から這い上がれると思ったからだ。歌丸よりもうめえだろ。てめえの絵は色気がねえんだよ。役者の中を写したんです。わかります。ふざけてるのか。勝ち負けで絵を描いてるのか。何の話だ。絵はな、世の中変えられるんだぞ。堕落した読み物や浮世絵、これらの世を乱す物事を律していかねばならん。何があったんだ。見せしめだ。人が喜ぶ絵を描くのはそんなに悪いことか。こんな日まで絵を描く気か。こんな日だからだ。
るに違えねえ。今だから甘えるもんだ。こんな世の中に生まれた子が幸せになれんのか。私たちが喜んでやらないでどうするんですか。デモのために全てを捨てられますか。こう来るとは思わなかったな。同じなの。勝負してんだ世の中とよ。北斎。これ豪華キャストでございます。いやー、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ見たいです、ね。そうそうそう、共演の皆さんもあのみんな主役をやってらっしゃる方ばかりなのドラマで、本当にあのこんな豪華キャストに恵まれて、私も本当幸せな現場でございました。いやぜひぜひご覧いただけたらと思います。めちゃくちゃ見たいな。映画館で見たい。そう言っていただけると、映画館行きたい、もうちょっとね、今こういう時期なのでちょっと映画館も空いてないところもあったりするんですが、全国で公開されますので、ぜひご覧いただけたらと思います。スクリーンだったらもう、いやー迫力すごい、いやそうですね、あのぜひスクリーンで見ていただきたいなと僕自身もあのすごく思いますし、あの去年本当は去年公開の予定だったんですが、いろいろねこういうコロナっていうので、はい、ちょっと1年延期になって満を持しての公開でございます。であのね、キャストの皆さんも本当にあの素晴らしい演技を、残してくださってますんで、映画の中にちょっと、柳楽君もいいですし、あの 目も素晴らしいで、田中美優さん同じくもう目の力も素晴らしいお二人が、だからあのセリフに頼らず、できるだけその絵というかその映ってるこの画面を、これでちょっと勝負してみようっていうふうになってる映画ですんで、見ていただけたらと思いますが、皆さんあの葛飾北斎ってちょっとあんまりね、絵は描いた絵は皆さん知ってるんですけど、どんなね人物かっていうのも、そうですね、そこまではあまり知らなかったかもしれないですね。で僕もね映画やるにあたって調べて、いろいろこうやっぱりあそうなんだっていうことがいっぱいあったりして、こうなかなかそういうところもあの新発見みたいなところもいっぱいあると思いますんで、であのまあ歴史ドキュメンタリーではないので、あの、やっぱりちょっと誇張したりあのいろんなことはあの映画ならではのアレンジもするんですけれども、決してデタラメをやってるわけではないので、あのちゃんとねそういうこうあこういう人物だったんだっていう側面もあの自信を持って見せることができる映画だとは思います。あ楽しみですね。いや電気物も好きなんですよ。あそうなんです、例えば誰とかあるんですか。いやでもそれこそもう小さい頃こう幕末とかすごい好きだったので、もうなんかやっぱ坂本龍馬なんか関連とかやっぱりすごい好きだなって小さい頃ありましたし、なんかそういうの演じてみたい歴史上の人物とかってあれですか、古川君とは。幕末とか好きだったら例えば新選組とかあるじゃないですか。そうですね、でも新選組だったらやっぱ副長、あ土方だね、かっこいいですよね。あれですね、そのね似合いそう、そういう衣装、似合いそう、見たいです。見たい、いや、やってみたいですね本当に。やっぱ時代劇とか憧れますね。時代劇は今までやったことは何ですか。一度舞台の方で、あのそういう時代劇をやったことがありまして、あの島左近っていう武将をやりました。なので盾を覚えてってやりましたね。ちょっとカツラこういうのカツラもはいはいかぶってやりましたね。はい、佐藤さんは時代劇ってやったことは。あ、水戸黄門に出させていただいたことがあって、なんかお姫様の役で赤い綺麗な着物着せていただいて、髪にもシャラ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 の。でもやっぱり小さい頃から見ていたものだったので、もう感動でしたけど、でも着物で演じるのって大変ですよね、やっぱり。カツラの重さと所作もありますからね。ね、僕もね、北斎はもちろん時代劇で、過去にも何本か監督したことはあるんですけど、やっぱりそのね、所作って本当に
今この北斎も所作指導っていう方で、はい、男性女性それぞれ専任で作るんですけど、やっぱね結構そのもうその所作指導の方もね、はい、あんまり厳しくこう一つ一つ言っていくと、はい、なかなかねこうそれだけになっちゃう。そうですよね。なんかね、そのバランスっていうかが大変みたいな。難しいです。でやっぱりそのね、あの佐藤さんらしさ、古川君らしさみたいなのもあるじゃないですか、はい、そういうのがね、うん、なんか出せないとまたこのためになったりしね、なんかそういうのが結構難しいですよ。そうですよね、そういうのはぜひでもね、なんか時代劇でご一緒できればとか、まあ、時代劇限らずなんか、はい、いつでも呼んでください。ぜひこちらこそ皆さんもちょっとよろしくお願いします。ね、大きくなった時にちょっと、はい、ぜひ呼んでください。いや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 、いや北斎楽しみにしてます。絶対映画館行きます。いやもう僕もすごく楽しみにしてます。ありがとうございます。ぜひご覧ください。もう皆さんのドラマもちょっと放映を楽しみにしております、はいはい、配信もありますのでご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ぜひぜひお願いします。てなことでございますか。なんかあの、はい、ザックバラに進んでまいりましたが、はい、なんか ね、もう時間が来てしまったようなので、そろそろ終了のとさせていただきたいと思いますが、はい、まず、はい、ちょっと短い時間でしたが、こうやってやってきて、はい、ちょっと感想を聞いてみたいと思うんですが、古川君なんか感想を、はい、いや、あの本当それこそ本当に初対面のお二人だったんですけれども、こういう形でお話できてすごく、うん、あのなんかこれも何かになんか繋がればいいなって、うん、そうですよ、何かの縁なのかなって思ったりしたので、あのご一緒できるように僕もあのこれから仕事しっかり邁進していきたいなと思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ佐藤さんも。もうですね、私も最初ねあの初対面だったのでちょっと不安だったんですけど、でもすごい温かい楽しい時間だったなと思っていて、なんか交流を持ててよかったです。また対面でお会いできるように、はい、楽しみにしています、ね、楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。じゃあ、私の方も本当になんかね、はい、あの普段こういう仕事してないのでなのに MC になっちゃってますからね結構ね、もう汗だらだらで、あのでそうですよ。でぜひでも本当にね、これを縁にまたこれだけじゃなくて、はい、まあまあいろんなね、うん、あのせっかくこうご一緒できたんで、はい、そうですね、対面でねぜひお会いできたとし、これでも対面するとみんなもこうしてあのマスクをこう、いやそうですね、顔がね見えないっていう、この間あの田中みんさんと、はい、久しぶりに再会したんですけど、はい、あの、パッてお会いしたときにその向こうは素顔なんですけど、僕は マスクしてて、あどうもお久しぶりですって言ったらすごい怪訝そうな顔で見られて監督なのにそうかと思ってこうパッと外したら、あのあーって言ってそうなんですよね。撮影の時にはあの全然コロナじゃなかったんで、あそうみんなこれも素顔で接してたんで、そのもうね、そうなんですよ、こうなっちゃうとみんなもう目だけになっちゃうとね、だからみんなこの顔を忘れないのと、マスクをしたっていう顔をみんなこう想像して、そうですね、想像して再会した時にあの道ですれ違ってもなかなかこう、はい、本当ですよね、入ったりするので、それでは、はい、ということでございますので、はい、はい、じゃああのこれをご覧になった皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、お別れでございますので、はい、はい、さようなら、はい、はい、では皆さん、はい、では皆さんどうもありがとうございました、はい、はい、さようなら、さようなら。